アダム・バーチはアメリカ合衆国のプロレスラー、ジョーイ・マーキュリーであった。マット・ハーディ、ジェフ・ハーディ兄弟のオメガレスリングにも、一時期所属していたことがある。クリスチャン・ヨークとのタッグチーム、バッド・ストリート・ボーイズを結成し、2000年にイシュ・ダブル、デビュー、WWE と契約して、オーベに所属。そこで、ジョニー・ナイトロ、メリーナと MNM を結成。 同時にリングネームを現在の上位マーキュリーへと改めた。2005年にスマックダウンに初登場。同年4月21日にレイミステリオ、エディゲレロ組から WWE タッグ王座を奪い、以降タッグ戦線の主要チームの一員として活動。ジャッジメントデイ2006にて、ポール・ロンドンとブライアン・ケンドリックのタッグにタッグ王座を奪われるまで続いた。 MNM 時代2006年のアルマゲドンにおいて、フェイタル4ーラダー、マッチ形式、WWE タップオーー戦において、マットジェフのハーディーズの梯子を使用した、イベントオメガを受ける、際の事故で顔を負傷し、鼻を骨折し固めを失明しかけた。しかし数週間後には、試合に復帰。WWE に限らず、プロレスのファンは激しく負傷したレスラーには、 ヒールベビーを問わず大きく声援を送るのが通例になっており、これをきっかけにベビーターンをするヒールレスラーも多いがフェイスマスクを着用し、マットとの交想を開始した。ヒールとして一定の成功を収め、技術の上達もあり、WWE 上層部に認められたナイトロとは対照的になかなか人気が出なかったため、2007年3月、WWE を解雇された。 その後インディ団体に参戦していたが、同8月、オーベにジョーイー・マシューズのリングネームで復帰した。2008年の10月には怪我のため現役を引退する。2010年の4月23日のスマックダウンのダークマッチで、シェルトン・ベンジャミンとの試合で2年ぶりにリング復帰した。この試合の2日後にベンジャミンは解雇されたため彼に、とってこの試合は WWE でのラストマッチになった。 その後、リングネーム不詳の謎のマスクマンとして、CM パンク率いるストレートエッジソサイティに協力していたが、2010年7月23日放送のスマックダウンのビッグ商戦でマスクを剥ぎ取られた上に、実況人のマットストライカーとジョシュマシューズの発言により、正体はマーキュリーであることが明かされてしまった。4人で行動していたが、セリーナが WWE から、 解雇されて3人で行動することになる。8月15日のサマースラムでは、ストレートイッチ・ソサエティ対ウィック・ショーの3対1のハンディキャップマッチに臨むが敗北。その後から弟子たちのことを考えない、パンクの自己中心的な態度が目立つようになる。9月3日で汚名返上を図った、ルーク・ギャローズ対ウィック・シ戦でも、ギャローズが敗北。これで、ビック・ショーを倒せない。 パンクの怒りが爆発して、弟子のギャローズを GTS で沈めてしまう。これにより、ストレートエッジソサイティは壊滅状態となり、共に行動することはほとんどなくなり、あっても仲間あれが生じるようになる。その後パンクが RAW にエッジとのトレードで移籍したためストレートエッジソサイティは完全に消滅した。ストレートエッジソサイティが消滅して、以降は、 出番はなくなってしまい、ダークマッチ、またはハウスショーでの試合が中心となる。12月には FCW でのトレーナーを兼任することとなった。2010年にプロレスから引退。以降は WWE のスタッフとして活動。2014年8月、ミスター・マネー・イン・ザ・バンクであるセス・ロリンズのボディーガードとなり、ジェイミー・ノーブルと共に J& J セキュリティとしてオーソリティの一員として乱闘に加勢するなど活動。11月24日にはドリンズノーブルと組んで久々にテレビマッチに出場。ジョンシナドルフ・ジグラーと 3VS2 によるハンディキャップマッチを行うが敗戦した。ありがとうございます。